旅の隊員を知らされたバルサのロッカールームの様子がこちら。本日、キャリがロッカールームで隊員のスピーチを行った。その場に居合わせたガビは号泣し、レバンドフスキやカンセロも涙をこらえきれなかった。なんだかんだ愛されたいい監督やったんやな。キャビ監督じゃなくてもいいから何かしらの役職で残ってくれないかな。いなくなったらみんなメンタルボロボロになりそう。まあガビは特別思い強いやろな。キャビの元で台頭して毎シーズン成長してきたし、僕も受け継いだもんな。てかバルセロナは何回ガビのこと泣かせば気が済むねん。レビカンセロ号泣、来年からの働き場所がない。カンセロは買い取りがかかってたもんな。俺たちは衰えまくってるレバンドフスキさんに対して泣き崩れたい。レビナイタン嘘やろ。レビ上長かしんかってくらい情報錯綜してて笑ってしまうわ。キャビと不仲なレビと泣き崩れるレビ、多重人格かな。こんなに正義から愛されてるなんて思わなかったな。